あやめ公園地付近の空中写真。1977年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。あやめ公園池は、長野県基礎郡基礎村にある池。肝太平温水ため池の別称。ため池百選。矢部原高原スキー場の手前、標高900メートルから1100メートルの地点に、位置する。 40ヘクタールの農地を潤す農業用のため池で周囲約750メートル面積約2600平方メートルである。水深は最も深い南側の排水口付近で3.7メートルあり、水中には岩縄笠木濃い土壌船などが生息している。地元ではこうした在来魚の保護に努めており、ブラックバスのような外来魚は生息していない。一方、 北側は浅く湿地になっており、ヨシが雨が茂る。北東部の一部は水苔に由来する、低炭層が発達しており、地頭も見られる。もともと当地は湿地帯で、あやめが多く自生する、寒太平天然小部園と呼ばれる場所であった。池は1973年に建設され、昭和60年代に拡張。米農家を悩ませていた低温障害を解消させ、 稲作農業の発展に寄与した。2010年には農林水産省によって寒田平温水ため池としてため池百選に選定。湖畔の綾や園は古くから当地に自生していたものを地元住民が保全してきたものであり、毎年6月中旬から7月初旬にかけて開花する。池から流れ出た水は、 木祖町との境にそびえる奥峰の東南側斜面に橋を発するクリアタクト、合流して菅川となり、木祖川へと合流している。ありがとうございます。